2D アニメの魅力をですね、いかに 3D に落とし込むかっていうところが、まあ、二の国の最大の魅力だと思うんですけども、やっぱりそれっていうのがいかにこう 3D 臭さを消すかとか、そういったところでポリゴンを感じさせないように、作り込んでいくかというところが一番苦労したところでありますね。やっぱり PS4 のマシンパワーを使って何ができるかっていう、まあそのアートを考える身としても何かにチャレンジしたいというところがあったんですよね。でそこでやっぱりその素材感というところで、あのグランリーフは一つチャレンジをしてるんです。でそのチャレンジというのが、あそこはあの一見まあ金色のなんかこうあの壁面に覆われたあの街なんですけど、あの素材としては真鍮を表現してるんですよね。で真鍮というのはあの独特の風合いがあって、重みも出せながらすごくこうあの味わいがあるというか歴史を感じれるような素材だと思うんです。まあ、二の国の、作りで欠かせない一つの何かポイントとしてあるのがライティングなんですけども、まあ、あのシンプルに光を描くということなんですよね。まあ、光を描くということはどういうことかというとですね、その影を描くことなんですけども、でその影を描くということがあのすごく大事で、その影をこう豊かに描いていくことで、あの光、自然の光が描けていけるんですけども、特にそのあの小物に関してまでもしっかりとこうテーブルの上に置いてあるものの影が落ちてるっていうところまで描いてたりするんですが、まあそういったことをやることによって濃密な絵が描けたり、まあ物の重みとかが描けたりもするわけなんですが、まあそれとこう全体こう包み込むような大きいこう柔らかい光が描けたりするにあたって、すごく影の表現はこだわっています。PS3 ではですね、まあ、割とこう手書きのアニメを表現してしたかったということもあったので、まあ、あえてあの光も、まあ、手で描いてたようなところがあるんですが、テクスチャーなどに、まあ、今回の作り方としてはもう完全に計算でよるあのライティングとなってますね。今作もですね、あの 2D アニメーションの世界を歩き回れるようなとっても魅力的な作品になっております。であの細部に至るまで作り込んでますので、あのぜひその二の国の世界観を体験してみてください。